エアコン使用はあるでしょ。こうやってレーザーサイト、今赤いの見えてますけど、これ今当たってるんでパサッと打てば、はい、多分穴が。てな感じでとりあえずドラかびったんで皆さん。ありがとうございます。石田さんのあの通常使用量が一瞬になって3月ぐらい入って。口頭の上下もできるってことですよね。できますよ。はい。こんな感じで、あ、なるほど。あ、上が映ったり、そうですね。下が映ったり、先ほどのゴンズさんの報道も上がり下がりはするんですけど、はい、やっぱこれロボットによってちょっと何ですかね、センサーの位置が上下してるんで、はい、まああんまり固定放題だとこういう風に低いやつが当たんなかったりとかします。なるほど。だからこう逆にこう近づいちゃうと、はい、上ちょっと上に上げないと当たらないみたいな感じになります。でも砲塔が回せたりとか上下に動かせた方が有利に、ね、はい、試合運びできるってことですね。そうですね。これは砲塔がずっといつまでも回せますんで、はい、あ、360度ですか、はい、なるほど。一応途中で 本体って言いますか、体の方も動くようになってるんです、はい、こうある程度行くと体もこうやって動いて、このガシャガシャって言ってる時は体も体がこう動いてる。なるほど。それはもう自分でやるというよりはプログラミングでそうなってるんですね。はい、なるほど。で今この辺にレーザーサイドがある。はい、まあ、それでまたバシバシって打てばアルミホイルに穴が開いて、そうですね、はい、はい、なるほど。まあできるだけ僕の場合は市販品っていうことで、はい、